泡盛独特の味は大切に、コクのある味はいわば固守、置けば置くほど味がいい成分が出てくるのが泡盛の特徴です。まあ、青森はやっぱり原料が米、黒麹菌、水、それから酵母っていうの、このたったの4つなんですけども、青森は蒸した米に3日間かけて黒麹菌をつけていくんですけど、この黒麹菌をじっくりとつけていく工程がものすごく大切で、赤ちゃんを育てるように環境とのね、気温とか湿度とかを大切にしながらじっくりと育てて米に麹をはわせていきます。でその後でそのできた黒麹菌を仕込みの中で豊かなもろみを作っていくわけなんですけども、それもじっくりと攪拌をしながら30日間じっくりと豊かなもろみに仕上げていくわけなんですね。でその豊かなもろみを、蒸留した後に残ったのが、蒸留したのが青森になります。その青森がものすごく面白くなるのはそれからなんですね。黒麹菌っていうのが沖縄独自のものなんですけれども、その黒麹菌が沖縄の気候風土にすごく合っていて、もろみとか黒麹菌を育てていく工程の中で腐敗にすごく強いので、沖縄のこの湿度とか高温の高いところでも麹をすごく大切に育ててくれています。それからその黒麹菌はすごくクエン酸やうまみを出していくので、青森は出来上がって蒸留した後がすごく面白くって、熟成していくのが青森の特性でもありますので、その古酒になっていく工程というか、3年から琉球青森は古酒っていうふうに言うんですが、3年熟成、5年熟成、6年熟成、7年、8年、10年と、100年までも昔の青森は熟成をしていたと言われています。でそれと同時に各家庭でやっぱり子供が生まれたり、例えばお父様お母様が還暦のお祝いだったりとか、そういうプレゼントをする習慣とかもありますし、熟成する中で青森はもっともっとうまくなっていくと思います。この山のふもとの方に水がこう自然の伏流水が流れてるんですけど、その軟水の豊かな軟水に育まれた鮮烈なうまみのある青森に仕上がっていると思います。